ウィリアム・フレデリック・ダーレンは1890から1900年代に活躍したアメリカメジャーリーグの選手。主なポジションは遊撃手。ニューヨーク州生まれ、右投げ右打ち。1891年にコルツに入団。コルツでの8年間で本塁打上位10人に4回、長打率上位10人に3回入るほどパワーに優れた選手だった。 1894年には、当時遊撃手最高打率、362を記録。さらに6月20日から8月6日まで42試合連続安打を記録し、前年に、ジョージ・デービスが記録した33試合連続安打記録を更新した。8月7日の試合で6打数0安打に終わったが、驚くべきことに次の試合から再び28試合連続安打を放ちし、 71試合中70試合でアンダーを記録した。1899年シーズンの前にスーパーバスにトレードされた。打率はコルツ時代より下がったが、至急と盗塁、守備で補い、二度のリーグ優勝に貢献した。1903年にはなリーグシーズン守備率記録を更新する。952という高い守備力を示した。千九百三年のシーズンの後に、 ジャイアンツにトレードされる。ジャイアンツ1年目の1904年は打点王を獲得、翌1905年はワールドシリーズを制覇し、ダーレンにとって初の世界一を経験した。1907年のシーズン後にドーブスにトレードされ、1909年に通算試合記録当時歴代1位となる2386試合出場を果たす。1910年からは、 スーパーバスの選手兼任監督となるが、自身もチームも低迷し、11年に現役引退。13年で監督からも退いた。1950年に長い病の後、80歳でブルックリンで死去した。2013年のアメリカ野球伝道ベテランズ委員会投票で伝道入りまであと2票に迫る10票を獲得。ありがとうございます。